それでは具体的に定積分を使って面積を求めてみましょう。2問やってあります。まあ、基本的に X 軸とある曲線、まあ、今回は放物線ですけど、それで囲まれた面積と二曲線で囲まれた部分の面積を求める問題です。じゃあ括弧1番からいきましょう。まず y これ x2 乗プラス2、まずちょっとグラフ化しちゃった方がいいですよね。グラフ化してやるとどういうことになってるかというと、こんな感じですかね。これが、x2 乗プラス2ってやつですね。で、x で y、まあ、下はちょっと長すぎましたかね。はい、でここから今度はマイナス1と2という直線を考えないといけないので、まあここら辺でマイナス1、ここら辺で2っていうふうにしましょうか。じゃあどこの面積を求めろって話なのかっていうと、 y イコール x2 乗プラス2っていうのはここですよね。これです。そしてマイナス1と2の直線、あとは、x 軸なのでこの部分ですね。はい、この部分を求めていきましょう。で実際に、まあ、これこのままでいいですね。この値とかは別に必要はありません。今必要なのはどういう関数でどこからどこまでかっていう話なので、これをじゃあ式に表現してみましょう。求めたい面積 S はマイナス1から2までを定積分しないといけない。であとは y イコール x2 乗プラス2、引く0はもう書かなくても分かるのでこのままにしましょう。これをあとは計算するだけです。積分します。3分の 1x3 乗プラス2の x の定積分なのでこうなります。あとは機械的に入れていきましょう。2を入れます。3分の1の2の3乗プラス 2×2、 これから3分の1のマイナス1の3乗プラス 2× マイナス1を引きますと。ここカッコ忘れないでくださいね。カッコ忘れちゃうと、ここで、符号が反転してしまうので。であとはこっちが、3分の8プラス4引く、マイナス1なんでマイナス3分の1マイナス2ですねを引けばいいので、マイナスマイナスでプラスになります。3分の8プラス3分の1なので3分の9なので3、マイナスとマイナスで、プラス2で6、3プラス6なので答えは9になれば正解です。どうでしょうか。まずちょっとオーソドックスな感じでね、曲線と X 軸、それから2本の直線でバシッて区切られた部分を面積を出すっていう問題ですね。次、ちょっと難しくなります。曲線が2本です。まずそれぞれの曲線の形を、分かりたいので平方完成しましょうか。ここから x プラス1の2乗をマイナス4かな、平方完成して、これになれば OK です。で同じようにこっちもやっちゃいましょう。こんな感じになりますね。平方完成するだけです。でもう一つ、この2つはこれ下に1つの放物線、こっちは上に1つの放物線で、結局ざっくりイメージするとどっかで必ず2点で交わるはずなんですよね。じゃあこの交わる点も一応求めておきましょうか。一応求めておきましょう。求めるためにはどうするか、まず x2 乗プラス 2x マイナス3とマイナス x2 乗プラス 2x プラス3を解けばいいですよね。全部左辺に移動します。 2x2 乗マイナス6かな、 x2 乗マイナス3イコール0よって x はプラスマイナスルート3ですよね。はい、まずここまで求まったらあとはグラフ書けそうですね。グラフ書いてみましょうか。まずは頂点がマイナス1、マイナス4ですね。まず頂点マイナス1のマイナス4、ここに頂点があります。0を入れていきましょうか。0を入れると、マイナス3ですね。つまり
Y 軸切片はマイナス3を通るってことですね。であとは下に一つの放物線なので、言われた通りにこんな感じですね。左右対称になるように書いてみましょう。で次に、こっちですね。こっちは1、4ですね。ここちょっと行きましょうか。ここの点が1よりも大きいのか小さいのかちょっと確認しておきますね。そうするとここ x イコール1をこの式に代入すると2の2乗マイナス4になります。つまり、これ1を入れたら0になるのでちょうどこの点が1みたいですね。で、1、4なので1、4、ここを頂点とするようです。で、0を入れましょう。0を入れると y 切片分かります。3です。3ですね。で、あとはどうもちょっとこれはここ通るのか通らないのかもう一回確認してみましょう。 x イコールマイナス1をこの式に代入します。これですね。マイナス1を入れるとマイナス2の2乗で4です。マイナス4プラス4なので0ですね。ってことは実はこの直線はこの点とマイナス1を通って左右対称に広がっていく上に凸の放物線ということがわかります。問題は求めたいのは上の関数と下の関数に囲まれたこの部分の面積ですよね。この部分の面積を今から求めたいわけです。そうすると x に関してどこからどこまで定積分すればいいのか、ここを知らないといけないわけですね。ここですね。始まりと終わりです。でももう求まりました。ここです。2つの直線の交点を求めてありました。つまりここはマイナスルート3で、ここがルート3だったわけです。あとはちょっと書くところなくなっちゃったんでこっち消しますね。こっち消しますと求めたい面積 S は、上の式でどっちでしょうね。上の式は今回この上に凸の方がこれでしたよね。y イコールマイナス x2 乗プラス 2x プラス3っていうのが上に凸の方で、下に凸の方がこっちでした。 x2 乗プラス 2x マイナス3という式でしたんで、こっちから引かないといけない。こっちが先に引かないといけないですね。マイナス x2 乗プラス 2x プラス3という式から x2 乗プラス 2x マイナス3を引いた式を x において、マイナスルート3からルート3まで積分する。で、この中計算しましょうか。この中を計算すると、マイナス 2x2 乗を、2x 消えてプラス6ですかね。で、この部分をマイナスルート3からルート3までx で定積分してくださいと。積分しましょう。積分すると、マイナス3分の 2x3 乗プラス 6x でこれをマイナスルート3からルート3まで積分します。あとはこれをちょっとまたスペースがなくなってきたんでこっちを消しますね。こっちを消します。マイナス3分の2ルート3の3乗プラス6ルート3から、マイナス3分の2のマイナスルート3の2乗じゃなくて3乗プラス、6かけるマイナスルート3を引くという話になります。で、3乗すると3ルート3なので3ルート3は、ここで約分されてマイナス2ルート3プラス6ルート3、後ろは3、マイナス3ルート3なのでマイナスマイナスでプラス3ルート3は、約分されて2ルート3マイナス6ルート3です。で、あとはカッコ外してあげればいいんで、ここはマイナスマイナスでマイナス4ルート3ね。
マイナス4ルート3、プラス12ルート3ですね。こことここが足し算になって、先に計算しちゃってもいいですけど、なんか消えるかなと思ったらちょっと消えませんでしたね。消えませんでしたね。で、あとは8ルート3というふうに終わらせてもらったら OK です。さあ、ちょっと長くなりましたね。なので、今のところ括弧1番の基本的な問題と曲線の部分、曲線の部分はどっちからどっちを引くのか間違えないようにしてください。もし間違っちゃったら多分最後の方マイナスで出てくると思うので、その部分は間違っちゃったなと思ったら、ここの式で間違えちゃったらもうアウトなので、 S イコールでねそれ作っちゃうともう×になっちゃうから、書き直すか、頑張って書き直すか、一言加えてあげるって感じですね。テスト時間は限られてるんで、タイムロスをしないような工夫をちょっと臨機応変にやっていきましょう。まあ、なるべくね、今みたいにどっちが上だっけっていうのを確認してから正確にやるように癖づけておきましょうね、曲線の場合はね。さあ、今回は2つだけでしたので、もっとこの部分は練習が必要だと思います。問題集とかチャートとかしっかり問題をこなして確実にものにしていきましょう。ではここまで理解できたら次の動画に進んでください。